花尾四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。いや、1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。晴れたね、晴れ男、はい、金尾芳郎でございます。まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ、はい、もう晴れましたね。晴れましたね、うん、全然大雪じゃなかったんですけどね、大騒ぎねえ。いや、まあ、全然積もってないし、東京とかはやっぱり雪に弱いのかね。弱いですよ、うん、まあ、でも雪国からしたらバカじゃないのって思われるかもね。うん、1メートルとかそんな世界から見たら ね5センチとかでもね、うん、そう、うん、まあでも被害がなくてね、良、うん、かったですよね。はい、ということでね、早速今日はね、素敵なゲスト、はい、久しぶりに会います。はい、ミオカンの2人です。イエイ、こんにちは。いきなり楽しいな。磯崎美穂さんと石井寛二さんのお二人ですね。はい、はいはい、ご無沙汰してました。ご無沙汰でございます。ご無沙汰してます。はい、もう狩野さん同じ同じ年ですよ。そうなんですってね、同じ年、同じ年、あ、皆さんそうですね、誠さんも同じ年、そう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 、同級生ですよね。まあ、こういう人見てると、普通の僕の同級生見るとね、うん、もうおじいさんに見えますよ。こりゃこりゃ前友達が見に来てくれたんだけど、うん、学校の先生かと思ったら、こんにちはって言って、何言った幹部、おいおいとか言うから、あ、同級生か。そうだった。普通のね、普通の方はね、僕もね、やっぱりそういう、はい、あのめったにそういうね、あの出ませんけども、はい、あのクラス会とか、うん、でも最近ほらだんだんなくなっていくから、そうそうそう、できるだけ出ようと思っててね、出た方がいいですよ。出たら先生かと思うよね。同級生だったりするんだよね。そうなんですね。ねえ、あのしますけども、まあ割と僕は若作りでね、いや、まあ、ミュージシャンの方は ね、みんな若いですよね。若いですね。なんかもうほら見て、もうしばらくぶりに会ったら髪の毛が伸びちゃって、そうなん、いや、ね、でも相変わらず肌ツヤがよろしいことで、ね、ね、そう、元気ですもん、ね、元気なのよこれが、ね、素晴らしい、素晴らし い、らしい、ね、小学生と呼んでください。いや、はい、あの週刊さんの、ね、まあ、同級生っていうことなんですけども、うん、はい、あの今回ね、まだ発売になってませんが、はい、あの今日はね、あのアルバム、ちょっと発売前のね、はい、アルバムを持ってきていただきました。これタイトルは何でしょうかね。もうそのまんまのね、はい、とこなんですけども、はい、ミオ&カンジ、プレミアムワイズミュージック TV、 ちょっと長いんですけ ど、 なるほど、これがもうタイトルなんですよ。あ、これがタイトル、タイトルなんですよ、これは。これ、あの2022年2月22日リリースという、そうなんです、22、ゾロ目でいこうかな、ゾロ目で、はい、なるほどね、これは、CD& その DVD というね。そうなんですよ、ね、あの20年から、まあ、コロナ禍になってから、うん、配信ライブを、はいはい、このワイズミュージック TV さんの方で、はい、あの定期的に、あの数ヶ月ごとにやらせてもらってたんですけど、そう、あ、そういう会社なんですね。そうなんです、はい、でレコーディングスタジオなんですよ。あ、そうなんですか。はい、なのでライブしながら全部録音してあって、うんうん、でしかも映像もあるということで、はい、それはすごいね。それをですね、うん、まあ、あのせっかくなんで形に残したいと。あ、じゃあこれライブレコーディング、はい、ライブ版なんです。いや、だから本当にライブやってたけど、レコーディングなんで、もうね、ドキドキしながら、もうちょっとしたっていうのも入るし、はいはいはい、もうなんか俺みたいにこうなんかこう硬いところがダメな人間にとってはですね、どこで言ってやろうかと思うんだけど、でもこれもうこれレコーディングやってるしな、でもライブだしなみたいな、あ、ね、はい、あ、そこら辺がちょっと難しいですね。プレッシャーが半端ない、ないプレッシャー。まあ生放送みたいなもんですよね。そうなんです、そうなんです。ね、はい、だからもうあの間違えられないっていうね。うん、なるほどね。そういう緊張感も込みで、込みで、あの詰まってる CD。ただこの中に DVD があって、はい、今まで結構なんか CD だけだったらなんか面白いこと言ってないのかとかよくあるんですけども、うんうん、この中で実は、うん、面白いことをね、うん、DVD として私は、うん、公開。あの実はですね、裏目、あの
ですね、ここには書いてないのかな、うん、メニューの中に、はい、トーク切り抜き集というのを入れましてですね、はい、これ僕もね、はい、たまにやるんですよ。あ、本当ですか。ラジオの音源と、はいはいはい、要するに裏話っていうね、はい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 、それがねみんな喜ぶのよ。そうなんですよね、はいはいはい、ね、ラジオもねこうやってちょっと寒くなってきたね。あ、寒い、若干ね、若干手が冷たいかなみたいな。それで今回、はいはい、ちょっと私のリクエストもありまして、はいはいはい、まあ、その配信ライブやった時の、うん、幹事さんのおふざけ場面をですね、はい、集約した切り抜きを入れさせていただきました。あ、それはいいですね。いやいや、いいですね。バカホセそれいいですね。何いや、下はそれいいですね。俺好き、大好きだもん。楽しいよね。俺自分だけいい格好したいの。いや、だからもうこんな感じのやつが入ってるわけですよ。だからこんなのが入ってて、いやだって僕らなんかもう人に言えないことばっかり言ってるから。CD 流してる時、いやこれがです。だからもう俺 もうそれを、ね、危ないなっていう方、うん、スレスレで言ってるんですよ。あ、それいいですね。だって下で足蹴りながらやってるんだから。それはないけど顔ではないの。これじゃあセットですか。セットなんですよ。だから2枚組。あ、じゃあお得ですね。お得なのよ。お得にできてますね。はいはい、なるほど。でも限定300枚で、はい、もう300枚しかやらないです。うん、はい、そうで予約しないと、はい、もうでも自分で見てもこんなバカなこと言ってるでも大笑いしました自分で。なるほどね。何回もうやったことだし、うんうん、編集するのに何回も見てんのに自分で笑っちゃうんですよね。すごい。なるほど。まずねこの中から一曲ね、はい、じゃ笑わない。もうかける時間がなくてもう、はい、もう終わってしまいまして一曲、ね、ご紹介いたしましょう。はい、奈落の花。
ということでね、いかがですかこのライブ。素敵、これライブですよ。素敵素敵って自分で自分で言う、もう自分で言わないとね、字が G さんだから。いやでもね、石井寛二さんというとね、はい、そのいろんなミュージシャンとね、はい、一緒に今までもう数ある、はい、そうですね、数々の、先ほどなんか向こうで話してて、なんか長渕くんさんのね、はい、事務所に行って2人で1時間は弾いてたかな、なんか、うん、で僕その時たまたまギブソンの1935年の一番僕の中では古い楽器持ってるんですよ、うんうんうん、それを持って行ったら、うん、ナムちゃんそれに好き気を持って、うん、ちょっと弾かせてくれるからもう、うん、ガン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 ってもう返してっていうぐらいわっもう返してっていう、わかるな俺本当に。そうなんです、僕はなんかやっぱり二十歳ぐらいのね思い出でしたけどもね、お互いになんか昭和とかで歌ってましたけどもですね、なんかまあいろんなね、うん、久保田利伸さんとかもいろんなね、はい、方のレコーディングとか、はい、そういうのを やられてますよね。そうですね、限りないでしょ、本当にいっぱいやりましたね。まあ一番面白かったのがそのテンプテーションズさんが来日した時に、うん、僕ギター弾いたんですけど、すごい、そうなんですか。そうそれね、日本で6カ所ぐらいかな、厚生年金ばっかりで、一番最初お会いしたのが九州厚生年金で、はいはいはい、でその時もなんかだんだん3日間ぐらい一緒にやってたらだんだんで譜面とかもないっていうわけ、うん、えってお前耳があるって、えじゃあいいって言うて、でリハーサルやったらもうなんかみんな三三五に散っていくんですよ、うん、えって今からやるのにちょっとリハーサルやってよったら、いやもうあいつ大丈夫だって、うん、みんなお見合い会議へーってほいで本番、うん、必死で俺だけ肝心帳みたいな譜面広げてやって、うん、ほいで3日ぐらい経って大阪の時に今度曲変えたいと、うん、なんかおかしいぞと、うん、でスティービー・ワンダーのこの曲知ってるかって、うん、あ知ってるって言ったら、じゃあこれやるからって、うん、譜面はってない、うそーって、もう大体ね向こうの人ね、うん、リズム そのタイミングが合えばもう OK だっていう、その少々の間違いだよりもなんかグルーブが一番大事、うんうん、あなるほど、で俺はもう頭きたから、うん、大阪だから、うん、こいつら絶対日本語でね、うん、毎度教えてやろうと思って、うん、ね、リピートアフターミー毎度、you know、毎度って言ったらマイローって言うんですよ、ノーノーノー毎度マイロナナのマイドマイロ、お前これできるのかお前って、本当はマイドオイドクッサーまで行きたかった、全然ダメ、そこまで行かない。ほんで実際どんちょうが上がりました、うん、大阪厚生年金、うん、そしたらリチャードさんってリーダーパッと降りてきて、うん、感じてあマイドマイドアヨナケオケでまたどんちょうの前行ってバーッと上がってマイロシうん、言えないんだよね、マイドが、あそういうドが言えない、うん、マイロー、うん、ローなんで、うん、なるほどね、面白おかしいんです。寛治さんもご出身はあの岡山です、岡山じゃけん、岡山ですよ、もう、ね、もう忘れしようだ、岡山やかもほんまに岡山だったら今ほらすごいスターがいるじゃないですか、なんか風朝の番組やってるんでしょ、ね、岡山、あそうなの、見てないんですけども、今あとね、あ風君、うん、ああそうね、風藤井風、うん、もうね岡山弁ね、岡山弁、ね、そうそう、うん、そう岡山弁はね一番怖いのがあるんですよ、うんうん、あの早くこっちに来なさいっていうね、うん、早くこっち来られとか、まあ、殿様言葉なんですよ、うん、で早くしなさいっていうのを、うん、早くしねえって言うんですよ、あ、はい、分かる、なんとかちゃん、早よしねえって、それ若い子が、うん、じいちゃんがマチョル、ばあさん、早よしねえって言ったら、もう、危ないでしょ、いや、これは危ないな、本当に言うんだから、本当に言うんだから、ね、なるほどね、ばあちゃん、マチョル、じいちゃん、早よしねえって、それはいかんわって、うん、あ、それは分かるな、僕も九州だからね、でしょ、うん、なんか分かる、四国も四国も分かるんじゃない、いやいや、しねえ。ちょっとびっくりするかもしれない、早くしねえって、ね、早く、うん、あみんな早くしねえって、うん、早くしなさいよって言ってんのが、うん、ここの僕と友達聞いたらもう、うん、えぇってばあさん、マチョル、じいさん早くしねえってそれはまずいでしょ、ばあさんにはダメでしょ、まずいでしょ、じいさん、ばあさんね、うん、まあ、岡山ってのは一番勃起協定っていうね、勃起、うん、っていうのがすごいっていうことなんですよ、勃起なすごいね、おこんぼギター勃起なって、協定ってのは怖い、うん、怖い、あそれはわからない、あの本で勃起協定って本あるんですよ、へね、そういうのが、あ
ボッケン、ね、うん、でもこの人なんかどっちかで四国の、うん、え、兵庫県ですよね。そう、神戸ですか。実家は神戸なんですけど、うん、うちの両親がもともとルーツが、うん、あの香川なんですよ。あ、香川県、はい、本家が磯崎の本家が、ね、香川にあって、で、あの、四国の、そうなんです、うん、祖父母の家は丸亀だったので、丸亀市、もうしょっちゅうあの向こう連絡船に乗って、あ、そうそうそう、向こう連絡船に行ってたんですよ。橋がない頃よ。ね、ね、そう、結構ロマンが、ね、なんかそう、本州行くのなんかね、高連絡船、俺 ね、高校2年生の時にギター教えてたんですよ、うん、高校2年生の時でしょ、はいはいはい、教えていた、すでに高松の、ね、ヤマハで、でそれたまたまね、高校の時に教えてたの、はい、すごい、やっぱすごいな。それ大学生のお兄さんから、はい、今度ちょっとあの高松で人があれだから行ってくれとか言って、うん、いや僕教えられんわとか言ったら、幹部大丈夫大丈夫、水泳がやったきゃいいんじゃないとか言って、ほ、うん、で行ってからしたら、もうみんな偉いあの会社員ばっかりなんで、うん、そしたらお兄さんお姉さんたちに、うん、あの終わったらうどん食わしてるとか言って、うん、ありがとうございますとかで、うん、高校生でね一泊させてもらって、うどんで向こう連絡船でまたまたうどん食って、うん、すげえ楽しかったんですよ。すごいね、あの船の上で食べるうどんがなんかうまいんですよね。うまい、そうなの。いや俺ね、うどん、博多ラーメンで言うのよ、うどんが好きなのよ。うどんで、うん、うどんで命助かったんだもん。あら、本当ですか。うん、あのもう一回飛び降りたことあって、え、いや要するにあの、まあ、風呂敷巻いてスーパーマンが流行った頃、はい、スーパーマンじゃないでしょ。何やってんの。スーパーマンだよ、カナオさんの時代。スーパーマン、スーパーマンが流行った頃飛び降りて、ああ、もうとんでもないことになったわけ、はい、何ヶ月ももう意識不明みたいな感じになって、その時はうどんばっかり食べてた。あ、だから命、今でも毎日うどん、喉を通るってこと、ね、うどんだと、うん、なんかね、うどんのことはうどんで知らないって言うでしょ。言わない。誰が言う。もうこれ話で終わりそうだな。楽しすぎ、ということでね、あの今日は三岡の二人なんですけどですね、何の話なんですね、今どこまで、うどんの話で、うどんの話です。うどんの話、命を救う話。そうそう、じゃ あのお便り行きましょうか。お便り行っちゃうよね、はい、忘れちゃっていけないから、はい、これ金ちゃんからいただきました。イエー、金ちゃん、どちらの、鹿川ですか。鹿川のね、はい、読みます。音楽魂音痴、はい、吉郎さん、うん、としみさん、はい、そしてスタッフの皆さん、いつも楽しく拝聴させていただいております、はい、ありがとうございます。塚川のポカです、はい、そして本日のゲスト、かんちゃん&みおちゃん、うん、久しぶりの音楽魂待ってましたぞ、うん、はい、コロナ禍の中いろいろと大変でしょうが、元気で頑張っていることと思います、うん、近々 CD&DVD も間もなくリリースと聞いていますよ、うん、新しい年を迎えて新春初ライブ磯崎みおウィズ漢字トリオを、うん、東宝でやらせていただきましたが、はいはい、新春にふさわしい素晴らしいライブで、なるほど、今年は良い年になるぞと思った矢先に、うん、おみオミクロンの第6波にあっという間に日本中覆い尽くされ、ね、東方もしばらくの間冬眠となってしまいました、うん、でもこんな時だからこそ、はい、底抜けに楽しくて元気になれる2人のライブを、はい、音楽魂で日本中に届けてください、はい、リクエストは先日のライブで一番印象に残った、うん、琥珀の季節をお願いします。お、ね、ちょっと待ってよ。じゃあちょっと今、ね、最初俺は本当はあれやろうと思ったらいいな、うん、あ、そうかそうか、そうそうそう、あ、違うんだね、用意してもらってたんですね、そうそう、違うのをやろうかなと思ったんだけど、はい、そうか、そうなんです。寒さますます厳しく、コロナの収束もまだ闇の中ですが、うん、どんな時代でも歌はそして音楽は生き続けると信じています。私の中でも中にも音楽魂は脈々と生き続けています。みんなで前を向いて乗り切っていきましょう。頑張れ音楽魂、頑張れ日本。あれオリンピックの見過ぎかなって来てもらってる。オリンピックもね、応援しなくちゃいけない、まあ、ありがとう、ね、さすがだね、さすがですね、金ちゃん、ありがとうございます。なかなかいただきました、ね、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということでね、本当ちょっとまたね、そういう風な感じになりましたけど、もう一つ今来ましたけど、どうしますかね、はい、皆さんこんにちは、うん、こんにちは。天気が心配でしたが晴れたということで安心しました。どちらの方ですか。これは
アトランタ。アトランタも聞いてくれてるんですね。はい、さん、うん、もうこれ川崎だけじゃないですよ。ね、お昼の番組。素晴らしい。お昼の番組もね、いい、いいですか？はい。お昼の番組とは見えない、思えない。はい。居酒屋トーク&バーボンのハイボールを飲みながら聞いております。イエイ。と油断していたら。アトランタは今11時、夜の11時ですね。油断していたらミオさんのハイトーンボイスに酔いが覚めました。こういう雰囲気では。やはり77温度が聞きたいです。アトランタの感じおっす。ありがとうございます。なるほど ね、ね、ということでね、うん、どうしましょうか。リクエストお答えしますか。ねえ、答え今生歌やります。生歌を ね、 ね、 そうですね。 どっちからやる。どっちから。あ、でも順番はね、どちらでも、順番どちらでもいい、どちらでもいい。なんか一曲かけるんだっけ。うん、そうだね、後にしますか。かけるのはじゃね、どちらもいいですよ。じゃあまあ、せっかく今、ね、そう、今ちょうどね、リクエストのからリクエストしていただいたので行きますかね。はい、はい、では、はい、ちょっと待ってね。はい、はい、これちょっと俺これをこうやろうかな、やっぱしな。あ、やった方がね、本気なんですよ。もう何回本気モードで本気本気ってはい、行きますよ。じゃあ行きましょうか。はい、はい。雨上がり
この透き通る声、うん、いかがでしょうか。ねえ、正座して聞いておりましたね。いやいやいや、どこが正座なんですか。ちょっと昼間には濃かったかもしれないです、ね、すごい難しい歌ですよ ね、 歌だね。難しい歌だけど ね、 ね、でもでもやっぱ難楽と ね、 ね、 ね、すごい綺麗な声で、うん、あら、そうもうね、須賀川のね、そうバンドで行ったんですよ。金ちゃんの実家さんも、ね、バンドで行ってね、新年明けて早々行かせていただいて、ベースがロックは松田彦、小野秀夫、小野さんね、はい、で小野さんは四国の高知です。あ、あなたは一緒に高知、高知、うん、高知ね、だから高知は絶対毎年行くんですよね、みんなで、あそこで、はい、そうだ、あそこでしょ、商店街の中にある2階の、はい、そうそうそう、あのチラシ前は行った時持ってきました。 B ステーションB ステーション、今ね B ステーションやってるんですよ。そうそうそう、はい、そうだ、うん、え、だからとしみさんもやっぱお酒強いんです。それがダメなんです。お酒あんまり飲まない。お酒もダメ、カツオもダメ、あれも嫌いね、本当、そうなんですね。そうなんですよ、本当に見かけ倒し、昔から。あららら、何しちょるき、それ高知弁、高知弁本当に、あれ土佐弁、土佐弁やっぱね、高知もほら右左広いから言葉は全然違うの。なるほど、土佐弁なんて全然使わないんですよ。そうなんですね、うん、なんか中とかキーとかっていうのは一切ない。あ、なんとかするキーって言わないの。言わないんですよ、土佐弁、土佐弁ね、うん、あ、そう、なんかね、うん、九州に近い、北九州の方はね、うん、ちょっと近い、キーが、あ、キー、なんとかチャーって言うんでしょ、チャーとか、でもキャーって言うんだよね、カノさん、いや、キャーって言う、そうそうそう、なんとかスルッキーって言うよね。そう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 、順番近いよね。おじさん、あの、うちのかみさんの旦那じゃなくてお父さんが九州だったから、うん、あ、そうですか、なんとかしちょるき、そうそう、だからね、北九州の方とまた博多は違うんですよね、まあ、ちょっとね、セカラシカーはどっち？セカラシカーは大体あの福岡の、福岡だ、福岡ね、博多ね、シャシカーとか、うん、勢いがあるね、福岡といえば、うん、麻婆さんってあの大都会の、あーあーって思うでしょ、あの人のツアー行った時に、うん、あの絶対あの関西は、僕はあの九州やけん、うん、もうあの博多のラーメンしか、はいはい、うまいちわんけ、うん、言って、それで渋谷で一緒にラーメン食った時に、うん、うまかーとか、あー言った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 そんなこだわり。俺は絶対桃に対しては岡山でしか、うん、岡山の桃しかうまいって言わないから。あ、絶対に。福島も桃がダメ。ダメってダメって。福島の桃とかもこうキュッと食べてくらいでしょ。くらい、もうね、あの山梨とこくらいでしょ。岡山の桃もうこれもうこの辺からが、うん、汁がもう。全然違う。ラジオでちょっとね、今見えないから。ラジオで見えないから。でもなんかね、岡山は映像撮ってるからね。ね、マスカット、あの、ブドウの方がなんかマスカット。いや、ブドウもうまい。ね、だから、あの、果物もうまいし、うん、あの、海の幸も瀬戸内海で、ね。どっちも美味、ね、しいんですよ。そうですよね。カキ、うん、まあ、過ごせ、あったかいですよ ね、やっぱ瀬戸内はね。そうですよね。穏やかだし。穏やかですよね。で、穏やかで、あの、岡山の人、大体、みんな僕が、私がって前に行かないタイプ、がほとんどなんです、うん、僕も含めてなんて奥ゆかしいな、何が見たかった、奥ゆかしいんだね、みんなね、もう2人ともなんかもう話しちゃうんだよね、話がストップちょっと曲かけるよ、曲かけるよかけるよって言われて、この、ミオカン、はい、プレミアムワイズミュージック TV の中から、はいはい、もう一曲聴いてみましょうか、はい、これは、塩菜、秋風が甘く誘う、胸の奥潤んだ記憶、さて震えるよう知る
曲とね、ギャップが、うん、ギャップがありますね。いやいや、素晴らしい曲ですね。これもいい曲ですね。これは私のデビューアルバム、うん、フェアリーっていうアルバムの、うん、フェアリー、はい、はい、曲の中に入ってる曲なんですが、なるほど、ちょっとかなりその配信に、はいはい、の時の時点ではアレンジを変えて、うん、やってみた、変えましたね。そうですね、はい、はい、雰囲気を変えた。フェアリーは停止からね、あ、そうです、ね、出された、はい、アルバムもありましたね、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。皆様ね、お楽しみいただきたいと思い、ね、いただいてると思いますが、はいはい、ね、いただいてます。もう話がね、面白くてさあれちょっと裏話今度出したいね。出しますか。あれこれだって放送をやってない時のこの話がめちゃくちゃおかしいよね。おかしいね。何の話だ。楽しすぎる。いや、ね、本当にもう、はい、今ね、塩優さんからいただきました、はい、メールね、はい、塩さん、塩さん、塩さん、としみさん、ご無沙汰です、はいはい、幹事さん、みおちゃんに聞いてますってってお伝えくださいまし、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでね、今後のやっぱり予定とかスケジュールに関しては、はい、今ちょっとあれですけど、どういう感じになりましょうか。今決められないからね。そうなんですね。はい、まあ収まったら、うん、はい、ね、ぼちぼち。2月あったやつもちょっと飛んじゃったしね。そうですね。延期になっちゃってるんで。そうそう。そうそう、2月も。あ、でも3月の？うん。3月か。3月27日に、うん、池尻大橋のチャードで。あ、チャード、はい、はい。そこは決めました。一応、ね、なるほどね。それ3月27日ですね。7ですね。日曜日です。こうやって2回聞くのいいでしょ。いいです、ね、ありがとうございます。え、何日か聞いてもらいますか。まあね、こういうね、まあ、状況ですけどもね、やっぱり僕らはその歌って皆さんを楽しませてね、そうですね、勇気づけていくっていうのがね、一つの仕事だと思う。もう加納さんの目力で俺もう全然もう動けないよ、もう本当にすごいわ。もうね、矢沢さんとかね、もう同じ 目の感じなわけ、もう力が。ああ、矢沢さんね。矢沢さん、そうですか。もう完璧に。でも加納さん言わないよね。何ロックなんバーッと歌って、ああ、それは加納さんは言わないよね。なんか矢沢さん面白いことあって、いや、矢沢さん一番最初お会いした時に、はい、あ、どうもって言おうと、確かに俺がガーッと歌うからバーッと弾いてくれよろしくって言われてはいって思った瞬間にポンタさんがワン、ツー、スリー、フォーってかっこいい。3曲ぐらいやった瞬間にもっとロックしてくれていいんだぜ。俺もね、一日ね、それもうずっとよろしくが抜けなくて、家帰っても飯よろしく絶対言ってない、絶対言ってないと思ういいね、これは。いや、同じ目、同じ目なの。あ、そうですか。鋭い、じゃあ鋭い、鋭い、よろしくって言った方がいい。そうそうそう、いやいや長渕さんも同じ目ですよ、この目ですよ、あ、長渕君ね、お世話になりました、いろいろとね、さすがにね、面白いな、なんか、うん、ということでね、生歌をね、はい、うん、もう一曲、今日はせっかくね、はい、ギターを持ちなので、はい、ライブではいつもはい、そのオリジナル曲と、うん、まあ、割と洋楽のカバーと盛り染め、うん、半々ぐらいでいつもやってるので、はいはい、まあ、その一辺をこう
垣間見ていただけたらということで、ね、うん、なるほど、はい、垣間見ちゃう、垣間見ちゃう、もう真面目にまとめてるのにね、こういうの、こういう感じ面白いね、はい、こういうとこだけ切り取った DVD が入ってます、はい、いいね、もうね、もう、まあ、どうしようそれ、もうね、見切り発車の見切り感じっていうことらしい、そうそうそう、歌のことはうどんでするとか流すね、そういう感じです、はい、すいません、全然曲の雰囲気じゃない、雰囲気がね、タイトルですか、ストリートウォーキングウォーマンっていう、はいはい、マリナショーさんの、はいはい、曲でございます、カンジさんがこうギターでアレンジをねやるとどうなるかという感じです、そうだからギター1本でも大変ですよね、大変らしいです、もうすごいよね、でもだんだん今こうね、はい、カンジさんっていうともう、はい、あ、ま、今日アコースティックですけども、うん、メレキもすごいし ね、 すごいね、ありがとうございます、何でもオールマイティですね。何でも見てこい。いや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 、ちょっとね。はい。ちょっとこれ本気で出さないとダメなんでね。はい。グッとね。グッと。グッと。はい。はい。では、よろしいですか？はい。はい。いきまーす。とのねギャップがありすぎてね、もう本気出したらこんな感じだよ、ね、あ、もう本気出しましたよ、ね、す
素晴らしいですよ。いやかっこいいね。今日また、メールとかそういうのは、ね、あもうね一応読ませて。これは来てんじゃないの？あれ。それはあの先週のみたいですね。あ本当？博多の方からは。博多は今日届いてません、ね。届いてない？あ本当おかしい。雪かなだって。あね。なんでしょうかね。時々で届かないんですよね。あーなるほどね、うん、なんかあのでもツアーは結構いろいろ行かれるみたいですね。九州の方も。そうですね、今回はちょっとね、まだ未定ですけど、1回2回行って帰ってくるぐらいのやつをね、うん、毎月なんかこうやりながら。そうですね、まあこう1年ぐらいかけてゆっくりと回っていきたいかな、うんうん、ちょこちょこ行こうかなって。そうそうそう。でもそうツアーの僕あんまり行かない やんないんですけど、うん、そのまあラジオがあるからちょっと長いあれはできないんですけど、でもよくねあのなんか機材とかも積んでいかれたりするんでしょう、うんうん、そうなんですよね。車好きなんですよね。車の運転結構ね。ていうかまあ短いやろなんで一緒に行きましょうよ4人で。僕話だけで終わっちゃうから、ね、車で九州まで楽しいよね。ね楽しいよ。車で九州まで行きましょう行きましょう。車で九州は厳しいですか、さすがに。車は、ね、厳しいはね厳しい厳しいよね。現地でレンタカーを借りて。いや俺、うん、どうですか、デビューっていうか、うん、徳間にいた頃に、うん、まあ、エピックから徳間に移ってたんですけど、はい、その時、はい、やっぱりあの車で行ったことあるんで、こうほらバスみたいな、はい、その世紀末が僕同じ事務所だったから、はいはい、悪魔バスに乗って行ったら、みんな世紀末が来てると思ってる。なるほどごめんなさい感じやっぱ装飾がすごいんですか。そう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 、悪魔バスってね。でもほらデーモン閣下はほら普段はしてないからね。そうそうそう、ね、だから最初分かんなかったもんね、うん、なるほど。バイトの子かと思ったらロン毛のだってあのどっかメロンパン食べますとか言ってたらいらないよとか言ったらあ紹介しますデーモンですとか言ってだってあのだ、ね、テレビ局かなんかでさ、うん、入る時にさ、うん、あのちょっと言ったらデーモンだって言ったらどうぞって言われたっていう声でね声で、なるほどなるほど。でもオールナイトニッポンの時僕あの出た時に、うん、やっぱりバッチリメイクしてましたから ね、 あねラジオでもメイクする。僕よりもちょっと下なんですけ ど、ね、ちょっと本番生意気になりますけどよろしくお願いしますみたいな感じ。へえそうなんだ。面白いね、ああいう人はね、まあ、そういうこともありました。面白い面白い。じゃあ今日はあの時間、あっという間のもう1時間いやーもう本当早い早いな、まだ言い残したことないですよ。まだ10分も経ってないこれ大事な。ちょっとまた来週やりますかまた10分しかないやん。もうちょっと来てくださいよ近いうちに。今回近いうちにまたね、はいはい、そうか、もう身近なツアー一緒に行きましょうよ。身近なツアー多分小田原とかさね、いいね、小田原行って帰るなんかいいじゃないですか。いいですね、4人でね、ちょっと塩さん企画してください。塩さん企画してね聞いてる聞いてる。塩さんは企画がね、今日最後にね、はい、不良中年が来てましたが今日はねあの今あの、まあ、バラードで今日はね。あそうなんですか、うん、今日はあの風の中で盾を、うん、カズさんの本気でお願いします。やりましょう「この街じゃ冷たい風が吹いていた」「生まれたところもいつの日か」「知らない街になっていた」はいつでも束の間に消えるもの悲しみはいつしか通り過ぎるもの偶然で掴むことすらできなくて
た春の嵐によく似てた風の中で立て道が険しくても二人でした。はい、石井寛二さん、鈴木美桜さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、松下としみ。花尾後ろでございました。また来週お会いいたしましょう。See you next time! あわが流れてる
りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は